はい、こんにちは。116インズです。先日マリナーズを出る喜びということで、マリナーズを出てから活躍した選手を取り上げたんですけれども、今回はその動画の逆バージョン、マリナーズに入ってから活躍した選手を取り上げていきたいなと思います。ここ20年間どうしてもマリナーズは弱い時期の方が長かったので、やはり出てから活躍した選手の方が目立ってはしまうんですけれども、ただマリナーズに来たことで才能が花開いたという選手もたくさんいますので、今回はそんなマリナーズで才能が花開いた選手たちを6人紹介したいなと思います。はい、まず1人目はデビッド・アズマですね。2009年、2010年にマリナーズのクローザーを務めたピッチャーです。もともとドラフト1巡目指名を受ける程度には期待をされていたピッチャーではあったんですけれども、ただ残念ながらメジャーリーグではその期待通りのピッチングはマリナーズに来るまではすることができませんでした。ただマリナーズに来てからは高めの速球を有効活用して、でさらに投手有利なセーフコフィールドのマッチングも良くてですね、2009年開幕直後にはクローザーの地位を奪い取って、で結果的には73試合に登板し、防御率 2.52、38セーブとキャリア最高の1年を送ることができました。で翌2010年も引き続きマリナーズのクローザーを務めまして、前年からは少し成績は落としてしまったんですけれども、終わってみれば53試合に登板して防御率 3.44、31セーブと、十分立派な成績を残すことができました。ただ2011年にトミー・ジョン手術を受けてからは、2009年、2010年の輝きというものは取り戻すことができず、チームを転々としながら2018年の開幕前に現役を引退することとなりました。ということで、アーズマはマリナーズでしか活躍していないという結構珍しいタイプのピッチャーだと思うんですけれど、やっぱり思い出深いのは2009年のチームでクローザーをやっていたということですよね。アーズマは見た目がスキンヘッドで正直あまり若くは見えないんですけれども、非常にボール自体はですね、若々しくてですね、90マイル台後半の速球で、打者を圧倒する姿っていうのは非常に印象深いですね。なので2011年にトミー・ジョン手術を受けて、マリナーズを退団することになってしまったっていうのは非常に残念でしたね。はい、続いてもう一人リリーフを紹介します。トム・ウィルヘルムセンですね。私この画像のウィルヘルムセンすごい好きなんですけれども、それはさておき、ウィルヘルムセンはもともと2002年のドラフトでブルワーズに指名を受けているんですが、ただ2度薬物検査、マリファナだったんですけれども、そこで陽性反応が出てしまって、チームからも出場停止処分を言い渡されるなど、いろいろありまして、2005年に一度引退してるんですね。で、その後はバーテンダーとして生計を立てていたんですけれども、徐々にですね、野球への情熱というものを取り戻しまして、2009年に独立リーグで現役復帰した後に、2010年にブルワーズ時代にウィルヘルムセンを発掘したジャック・ズレンシックがマリナーズの GM を務めていましたので、トライアウトの後にウィルヘルムセンのマリナーズ契約というところが決まりました。で、マリナーズ加入後はマイナーで好成績を収めて、契約からわずか1年でメジャーデビューを果たし、そこからは5年間マリナーズのブルペンを支えてくれましたね。特に2012年のシーズン途中からは、当時クローザーを務めていたブランドン・リーグが不調だったということもあって、シーズン途中からウィルヘルムセンがクローザーになって29セーブを上げましたし、翌2013年は少し制球に苦しんだんですけれども、それでも24セーブも上げましたし、本当にですね、あの時代のマリナーズに欠かせない存在だったと思います。で、ウィルヘルムセン本人にとっても、ズレンシックというつながりがあったおかげでマリナーズ加入が決まりましたし、一度野球を諦めながらもその後7年間のメジャーリーガーとしてのキャリアを築けたっていう点でも、お互いにとってもメリットのある契約だったのかなと思います。はい、続いてはラッセル・ブラニアンですね。典型的なホームランか三振かというタイプのバッターなんですけれども、マリナーズに来るまでは非常にたくさんのチームを転々とするいわゆるジャーニーマンだったんですね。というのもブラニアンの打撃のスタイルであるホームランか三振かっていうスタイルは、やはり悪く言えばムラがあって計算しにくいという部分もありますし、またこれ以外にもですね、ブラニアンが左投手を苦手としていたということもあって、なかなかですね、出場機会が与えられなかったんですね。ただ2009年にマリナーズに加入してからは、ファーストのレギュラーのポジションを与えられまして、結果的にキャリアハイの31ホーマー、76打点と素晴らしい成績を残したんですね。で、ムラのある打撃も多少改善されまして、通算打率2割3分2厘のところ、2009年は2割5分1厘と、2分も打率が高かったんですね。で、ブラニアン自身ですね、マリナーズに来てから視力トレーニングを取り入れたらしくて、で、それが好成績につながったんじゃないかという語ってましたので、結果的にですね、マリナーズで来てからのそういったトレーニングというのが実を結んで、2009年の好成績につながったんじゃないのかなと思いますね。ただ2010年からマリナーズがより守備型のチームにシフトしたということもあって、2009年これだけの成績を収めながらも再契約されなかったんですね。で、ブラニアンはインディアンスへ移籍するんですけれども、ブラニアンを失ったマリナーズ打線が深刻な得点力不足に悩まされることになりまして、シーズン途中から呼び戻したんですね。ただブラニアンを呼び戻した時点でマリナーズ結構手遅れなところもありまして、ブラニアン自身ですね、57試合で15ホーマーと、非常に活躍はしてくれたんですけれども、残念ながら2010年のマリナーズっていうのはシーズン101敗を喫するという、非常に辛い1年となってしまいました。という具合にですね、ちょっとマリナーズの話にはなってしまったんですけれども、ただブラニアンのマリナーズ自体、1年半しかなかったんですけれども、この1年半っていうのは彼のキャリアの中で最も良い1年半だったと思いますので、2009年のマリナーズが彼にレギュラーを与えるという判断は、ブラニアン本人にとっても非常に良かったのかなと思いますね。はい、続いてはミッチ・ハニガーですね。最近何かと不運なハニガーなんですけれども、もともとプロ入りは2012年ドラフト1巡目指名でブルワーズに入団してるんですね。ただブルワーズ時代は本当に才能の芽が出なくてですね、打撃も非常に苦しんだ選手なんですけれども、2014年のシーズン途中にダイヤモンドバックスにトレードされて、で、そこでもちょっと苦しんだ時期はあったんですけれども、2016年にフライを上げる意識を打撃に取り組んだところ、長打力が伸び始めて、マイナーで少しブレイクをして、で、その年にメジャーデビューを果たしたんですね。で、メジャーではさほど目立った打撃はできなかったんですけれども、マリナーズのディポと GM は、このハニガーにかなり目をつけていまして、16年のオフにジーン・セグラーをダイヤモンドバックスから獲得する際に、このハニガーも獲得したんですね。で、このトレードがマリナーズにとってもハニガーにとっても良いトレードになりまして、2017年からライトのレギュラーをハニガー与えられたんですけれども、そこからようやくですね、メジャーレベルでも打撃の方が開花し始めて、2018年には157試合に出場して26ホーマー93打点と、当然ながらキャリアハイの数字を残してオールスターにも初めて選ばれたんですね。という具合にですね、マリナーズに来てからは順調にスターの階段を上っていたハニガーなんですけれども、昨年はですね、残念ながらいろいろ怪我もありましたし、ちょっとですね、63試合の出場にはとどまってしまったんですけれども、今季ですね、ぜひバウンスバックしてほしいなと思っています。はい、もう一人現役のマリナーズを紹介します。トム・マーフィーですね。マーフィーはもともとロッキーズ時代、キャッチャーのトッププロスペクトとして非常に高い期待を寄せられていた選手だったんですけれども、ただ残念ながらですね、ロッキーズではその才能の芽が出なくてですね、結果的にロッキーズを放出という形になってしまったんですけれども、昨年の開幕直後にトレードでマリナーズに加入することとなりました。で、マーフィーはですね、正捕手オマー・ナルバエスの控えとしてまずはプレーすることとなったんですけれども、マリナーズの打撃コーチであるティム・レイカーと一緒に打撃の改造に取り組んだところ、長打力が大幅につきまして、徐々にですね、左投手要員としてかなり重宝されるようになってきました。で、さらにマーフィーはナルバエスと比べて守備が非常に良かったので、シーズン後半からはですね、ナルバエスを DH に追いやって、マーフィーがキャッチャーでプレーするっていう試合も結構多く見られました。で、このオフにマリナーズはナルバエスをミルウォーキーブルワーズでトレードしてるんですけれども、そのトレードの要因となったのはマーフィーの台頭っていうところが間違いなく挙げられますね。間違いなくマーフィーはマリナーズに来たことでメジャーリーガーとして一歩成長できたと思いますので、来季からは正捕手になるということで、またですね、マーフィーの活躍に期待したいなというところですね。はい。そして最後はまた少し前の選手になってしまうんですけれども、この人以上にマリナーズに入る喜びを体現した選手はいないと思います。ジェイミー・モイヤーです。モイヤーはイチローがマリナーズに加入した時期のエースでしたので、日本での知名度も非常に高いピッチャーだと思うんですけれども、モイヤーはですね、もともとメジャーでは結構平均ぐらいの先発で、30代に突入していたんですけれども、33歳でマリナーズに加入してからエースピッチャーに大変身を遂げた選手なんですね。で、それは数字からも結構歴然に見えまして、まず1986年23歳の時にモイヤーデビューしているんですけれども、そこからはですね、先発ローテーションに入りながらも、2桁勝利を挙げたのは1987年と1993年の2回だけというところで、先発として悪くはないんですけれども、別に突出した成績も残していないようなピッチャーだったんですね。で、そのピッチャーがマリナーズに来てこう変わりました。96年のシーズン途中にマリナーズにトレードされてきたんですけれども、翌97年に17勝を挙げて34歳にして大ブレイクを果たすんですね。で、その後もモイヤーの勢いは止まらず、2001年20勝、2003年21勝を含め、1997年から2003年まで7年連続2桁勝利を挙げるんですね。実に34歳のシーズンから40歳のシーズンまでモイヤーは2桁勝利を挙げて、マリナーズの先発投手陣の柱として活躍するんですね。で、その後モイヤーは2006年にマリナーズが若返りを図るということでフィリーズへトレードされるんですけれども、2007年44歳のシーズンから2009年46歳のシーズンまで、またですね、2桁勝利を3年連続で挙げるなど、フィリーズでも活躍しまして、で、特にですね、2008年16勝を挙げて、フィリーズのワールドチャンピオンにも大きく貢献しましたね。でモイヤーは2012年49歳のシーズンまで現役生活を続けまして、で通算勝利数は269勝、特にマリナーズでは145勝を挙げまして、でこの145勝っていうのはマリナーズでの通算勝利数チーム2位という成績なんですね。モイヤー自身ブレイクのきっかけが何だったのかっていうのは具体的にはわからないみたいなんですけれども、ただ間違いなく彼のキャリアというものはマリナーズに来たことで大きく変わったのかなと思いますね。ということで今回6人の選手を挙げましたがいかがだったでしょうか。なかなか暗黒時代が長いとやはりマリナーズで活躍するっていう選手もどうしても少なくなってしまいますので、今後ですねこういった選手が増えてくるといいなと思いますね。でこのシリーズも続編を作りたいと思っていますので、ぜひですね楽しみに待っていただければなと思います。またこれ以外にも今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、チャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。